間もなく干潮時刻を迎えます潮の低いボートレース宮島風もホームの向かい風ごく緩やかに渡る程度絶好の水面コンディションですルーキーシリーズの第5戦第4回スカッパー JLC 杯初日の攻防はいよいよ本日のメインカード第12レーススカッパー JLC ドリームを迎えました対戦メンバーです1号艇中谷隼人2号艇白雅優3号艇片橋幸隆4号艇佐藤翼 5号艇菅文也6号艇椎名豊以上6選手の対戦ここは枠なりの待機行動外枠勢は離れていきますインコース人気を背負ったのは1号艇中谷隼人前半はセンターから展開ついて白星をマーク初日連勝を向かってドリームのイン戦2コースが2号艇です白髪優 こちらは前半、道中失速の六着大敗ポイント挽回といきますか。三コースが三号艇前半三着、片橋ゆきたか。カード一は四号艇です。前半は五コースからのまくり差し、佐藤翼。五コース、五号艇菅文也は前半まくって白星。六コースが六号艇市井内豊。枠なりの三対三、第十二レース。進入はインコースから。一番、二番、三番。四番、五番、六番です。 スタートしましまたあまり差はありませんがわずかに4コース6コース当たりがじわーりのぞいていきまして一瞬1周1ク まずは1号艇逃げる中谷につけまい浴びせて3号艇片橋内をついて4号艇6号艇5号艇佐藤バック側抜けて先頭はつけまい決まった3号艇片橋2番寺いは混戦4号艇6号艇佐藤と椎名が並ぶ内からは5号艇の須がその懐に切り返し気味に1号艇中谷も寄ってきてスタートは正常でした一周2マークトップ旋回が3号艇片橋2番寺に先に握った4号艇佐藤後ろ小回り5号艇の外6号艇さして1号艇でホーム側先頭リードを広げたのは3号艇 で、片端指高二番手に上がったのが四号艇佐藤翼。三番手争いは一号艇中谷の外に五号艇の菅。うちに切り返して六号艇椎名が潜り込む二周の一番。その六号艇椎名が左右内を回る。そこを進んだ一号艇。さらに外を上行って五号艇の菅文也。 バックが抜けての三番手争いは、内に一号艇覗いてきます。中谷外で五号艇の菅がへ先でかけていまして、すぐ後ろ六号艇。シーナも粘っています。二周のりマークトップは三号艇片橋、二番、四号艇佐藤、三番手争い。一号艇中谷が前後ろ取って回りました。ホーム側はここで三番手に上がってリード。三四艇。新奪ったのは一号艇中谷。上位体系三番、四番、一番で、レースは最終周回に入っています。 このカードはセンター3コースから強烈なタイトなつけまい3号手、片橋ゆきだ孝トップで3周1マーク2番手争いはさばいて4号艇の佐藤翼そして3番手1号で上がってきました人気の中谷隼人上位耐級は3番、4番、1番です。 3番、4番、1番この組み合わせはマンシェア3連単159.6倍3番、4番2連単ですと63.2倍を示しておりますラストターンマークから最後の直線片橋、佐藤そして中谷と戻って上位体系は3番、4番、1番です第12レース先頭3番ゴールイン4番、1番ゴールイン6番、5番ゴールインラスト2番がゴールイン